今日はね、オーストラリアを東から西に横断したお話をしようかなと思います。まあそのオーストラリアは東から西、まあ大体約5000キロぐらいあるんですけれども、それは僕昔車で一人で横断したんですよ。まあただね、これはまあ旅行っていうものではなくて、シンプルに移動するためにその横断をしたんですね。まあ当時その僕オーストラリア東側でマンダリンピッキング、みかんの農場で働いてたんですよ。でまあそこを辞めて、その西側にちょっと目星をつけてる町があって、でまあそこに移動するのに、その東側で車を売って、で飛行機で飛んで、で西側でね、また車を買うか、もしくはもう車で移動しちゃうかの二択で考えてて、その僕が持ってた車がね、中古車の割には割と良かったんですよね、クオリティが。まあだからちょっと手放したくないなっていうのもあって、まあそれで売らずに、その車でそのまま西側に移動しました。でまあそのね、西側に移動する点においてね、ちょっとね、いくつかリスクがあって、まあ一つはその一人で5000キロ以上運転するっていうことが、まあ、そもそもリスクですよね。まあ居眠り運転の可能性だってどうせある絶対あるだろうし、まあ、絶対疲れます、はっきり言って。まあ実際疲れました、やっぱり。まあそういったリスクがあるのと、あとオーストラリア真ん中ノーザンテリトリー州、準州かあたり、ね、車がねバーストするんですよね、暑すぎて道路が。でそういうリスクがあって、まあそのなんだろう、砂漠エリアなんで暑くなっちゃうんですよね、路面がどうしても。でそのタイヤがバーストする危険度みたいなね、メーターみたいなのもあって、まあ、それぐらいすごいリスクの高い道だったんですよ。まあ僕がその通ったのは6月だったんで、まだねそんなに暑くない、まあちょっとこれからやばいんじゃないかぐらいの時だったんですけれども、まあまあ今こう生きてるっていうことで、まあ無事、まあ無事何事もなくまあ行けたんですけれどもね。まあそんな感じでね、まあいろいろその横断する上で、まあリスクはいろいろあって、まあそれで飛行機使うかどうかも結構迷ったんですけれども、最終的には飛行機を使わずに、まあ車で移動しました。で、まあオーストラリア一人で横断するにあたって、僕一つだけルールを決めたんですよ。で、全てのガソリンスタンドに寄るっていうね。まあ一見ね、これだけ聞いたらね、何ネタみたいなね、話になるかもしれませんが、まあ当然ね、そのスタート地点だったりとか、まあ大きい都市とかだったらガソリンスタンド腐るほどあるから、まあそれを全部寄ってたらね、それはただのね、アホですけれども、まあその一旦その効果に出ちゃえば、ガソリンスタンドって大体200から300キロ置きぐらいにしかないんですよ、オーストラリアって。で、まあ一人だったし、まあね、居眠り運転だけはもう絶対に避けたいなと思って、まあ大体時速100キロから110キロぐらいで、まあ走ってたんですけれども、まあ2、300キロって言ったら、まあね、2時間とか、まあ3時間かからないぐらいで、まあ、行けるじゃないですか。だからまあ2、3時間おきに休憩しようっていう意味もあって、全部のガソリンスタンドに寄ろうと。あとはやっぱりね、その2、300キロおきにガソリンスタンドがあるんですけれども、ガソリンスタンドによっては、その2、300キロおきのそのガソリンスタンドが、なんかガソリンがないから空いてませんとか、そういったことがたまにあるんですよ。で、その時にガソリンがカツカツだったらもう怖いじゃないですか。だからまあね、そういうのもあって、まあとりあえずガソリンスタンド全部寄って、休憩がてらに給油をして、まあなんかね、そのお店で、まあなんだろう、パンとかジュースとか、なんならエナジードリンクとかガムとか買って、まあ食べたりとかして、まあ、体には悪いかもしれませんが、まあね、寝眠り運転して事故るよりはマシだと思って、まあそういった感じで、まあちょっと、ね、眠くだけは絶対にならないようにっていうのを、まあ最大限心がけて、まあそれでまあ移動しました。で、まあ、ね、オーストラリア移動の詳細なんですけども、これなんかね、いろいろね、街の名前言ってもね、全部ね、絶対誰も聞いたことないような街を絶対通ってるんで、まあ、これをね、多分いろいろ言ってもね、あんま興味ないんじゃないかなと思って、一応僕これ、僕ブログも運営してて、ブログにね、何年前か、僕オーストラリア横断してすぐにこれ書いたんですよ。いつだ ?2016 年3月ですか。あ、そうだ、ブログ始めてすぐだ。オーストラリア、だから横断したのが2015年だから、横断してからね、半年後ぐらいにこれなんか僕ブログ書いてるんですよ。で、このブログのリンク概要欄に貼っ付けとくんで、
例えばこれからオーストラリアの横断を真面目に考えているとか、そういった感じでその詳しい詳細を知りたいという方は、僕が今からこれ話す内容よりもこのブログの記事を読んだ方が圧倒的に参考になるんで、こちらの方を参考にしてみてください。一応概要欄に貼っておきます。で、まあここで話すのはなんかいろいろ横断した時の思い出みたいなのをね、お話ししたいと思います。で、まあまず僕はオーストラリアのファームで働いてて、まあ、ブリズベンから北西に400キロぐらい行ったところのゲインだって町だったんですけど、まあ、そこでマンダリンファームで働いていて、でなんかね、僕カナダで働いた時にすげえお世話になったやつがいるんですよ。ジャスティンってやつなんですけど、オーストラリア人の。でそのジャスティン、まあ、夫婦でカナダにワーホリで来てて、ワーキングホリデービザを使って来てて、でそのジャスティンがサンシャインコースト出身なのかな。で、なんかその、まあ、たまに連絡は取り合ってたんですけど、で、ジャスティンがサンシャインコーストにいるっつって。で、俺はゲインダにいるから、まあ、400キロ、300キロぐらいかな。全然会えないことはないなと思って。で、もうこれから僕西側のカラーサっていう街に行っちゃうし、さすがに西側に行ったらサンシャインコーストなんてそうそう行けるもんじゃねえから、まあ行くなら今だなと思って、まあ、ジャスティンに、俺もう西側ね、行っちゃうから、もう会うんだったら多分今のうちしか会えないから、よかったら一緒に飯行かないかみたいな感じで、まあ、連絡して、まあそれでまあ西側に行く前にサンシャインコースに寄ったんですよ。まあだからそれで原因だからちょっと海沿いだからちょっとね逆走にはなってしまうんですけども、それでサンシャインコースまで行って、でそれからまあ西に行ったんですね。で、そもそも僕はそのカラーサっていう、まあ天然資源での採掘で有名な町なんですよね。西側にカラーサっていう町は、ピルバラ地区っていうところにあるんですけど、でその町の存在を教えてくれたのがジャスティンだったんですよ。だからすごい感謝もしていて、まあそれでまあジャスティンに、いや君に教えてもらったカラーサっていう町にね、これから行くよっつって、お前車で行くのみたいなこと言われたんですけど、まあまあ大体みんな同じ反応すると思いますね。まあそれでまあいろいろお話をして、まあそれからカラーサの方に向かいました。でね、トータルで何泊したんだっけな、ちょっと待ってね、ブログ、僕もちょっとブログ見ながら、初日がチルダーズで、2日目カルディン、カムイベ、ブレゴリ、ブルーズだから、1、2、3、4、5、6、6日間。1、2、3、4、5泊6日だね。5泊6日で、僕は東から西に横断をしました。でね、特に印象に残った街として、2日目だったかな。確かね、なんかね、基本的に2、300キロ沖ぐらいにすごいちっちゃい街を通るんですよ。で、なんかガソリンスタンドとかあって、なんかちっちゃい街ばっかりな、みたいな、あったんですけど、なんか、突如、もうやたらでっかい、なんか、もうなんだろう。なんかね、RPG の世界に入ったんじゃねえか、みたいな感じの、めちゃめちゃでかい、なんか、建物がドーンってあるとこがあったんですよ。なんじゃこれと思って。で、しかもそこだけやたら街が発展してるんですよ。で、なんなんだここと思ったら、そこはね、マウントアイザーっていう街だったんですよね。マウントアイザーめちゃめちゃかっこいい名前ですけど、そのマウントアイザーっていう街になったんですよ。まあ当然そこでガソリンスタンドにも寄って、なんかね、マクドナルドとかもあって、すげえなこの街、なんなんだこの街と思って、で本当に今までなんかもうほんとちっちゃいね、建物が、ね、2、3個あるような街とか、そんな本当にちっちゃい街ばっか通ってきたのに、なんかいきなりなんかドーンみたいな、めちゃめちゃ発展した近未来の街みたいなのところに着いたから、おすげえなここと思ったら、そのマウントアイザーっていう街はね、それこそ僕がこれからカラーサに行こうとしたの同じで、天然資源の採掘で有名な街だったんです。だからそこだけめちゃめちゃ発展してるみたいな、そこを離れたらもうね、土壁地ってかもう超土田舎になるんですけど、そのマウントアイザーっていうところだけめちゃめちゃドーンって発展してるみたいな、ね、わすげえなと思って、こんな街あるんだと思って、でしかも空港もあって飛行機で行けるみたいなね、まあ、そんなね、それがね、多分横断して最初のね、インパクトを受けた街だったかな。マウントアイザー。多分ね、ワーキングホリデーでオーストラリア滞在してる人で、マウントアイザーに行ったことある人ってほとんどいないと思うけど、これは僕の完全な予想だけど、マウントアイザーは割と仕事見つかりやすいと思いますね。あんな土壁地行くやついないし、あんな土壁地なかなか人集まんないっしょ、みたいなね。まあ、僕のその、まあ、いろいろ理論があって、まあ、これは全然動画関係ないから話さないけど、まあ、その僕が思ってるっていうか、僕が考えてるその理論に、そのマウントアイザーって思いっきり条件が当てはまってて、多分マウントアイザーは仕事見つかりやすいなってあの時は思いました。だから僕一瞬ちょっと迷ったんですよね。マウントアイザーでも仕事探しやろうかなとか思ったんですけど、まあちょっとやめといて、
まあ、カラサまで行くことにしたって、ちょっとね心が揺れた街でもありますね。でね、あとはね、出発して2日目ぐらいだったかな、アウンタイザー行く前だったと思うんですけど、僕スピード違反で捕まったんですよ1回で。どう捕まったかって、僕114キロを出して捕まったんですけれども、まあね、僕はね、その走った道、制限速度110キロだと思ってたんですよ。まあ、110キロだから、まあね、5キロぐらいだったら大丈夫だろうと思って、まあそれでまあ110ちょい出して僕が運転したんですね。で、もうすごい、もう地平線見える一本道ですよ。だから、ぼーって運転してたら、バックミラーで、パトカーが映ったんですよ。で、しかもなんか、パトカー映ってるだけだったら問題なかったんですけど、なんかサイレン鳴って、チカチカしてるんですよね。あれ、なんか誰かやらかしたのかなと思って。でも、地平線の見える道で、前に車一つもなくて、後ろパトカーでサイレン鳴らして追っかけてるって、俺だけじゃないですか、絶対に。うわ、俺だと思って、俺何やらかしたと思って。え、スピード違反4キロとか5キロとかでも捕まるのかなと思って。まあ、結局僕だったんですよ。スピード違反捕まってたの。で、止められて、なんだろう。まあ、止まったんですよ。別に。もうなんか逃げるつもりもなかったんで。で、止まって、まあ、一応免許証だけ出しといて、で、来たんですよ。なんか警察官の人が。で、コンコンコンとか言って、お前この道何キロだか知ってるかとか言われて、え、110ですよね、つって。違う、100だみたいなこと言われて、結局なんかクイーンズランド州とか走ってたんですけど、クイーンズランド州は100キロか110キロなんですよ、道が。その制限速度が。で、僕は110キロだと思って走ってた道が、いきなりどこかで100キロに変わってたんですよ、制限速度が。で、僕はそれに気づかずに、110キロだと思い込んで、114キロで走ってたんですよね。で、それで、警察官の人に見られて追いかけられたっていうことなんですけど。まあ、それでね、僕、罰金払いましたよ。払いましたって、その場で払うわけじゃないんですよ。その場では、なんか紙みたいなのをもらって、はい、みたいな。気をつけろ、みたいな感じで。まあ、結局なんか、それお前どこ行くんだみたいな言われて、カラーサってどこ行くんだよっつったら、警察官二人いたんですけど、一人は、あ、カラーサなんだそこみたいな。ってやったら、まあ、一人しか、あ、カラーサね、お前金稼ぎに行くのみたいなね。そんな感じで、まあ、その人は知ってたみたいで。まあ、なんか捕まったんだけど、結局なんかなんかフランクにトークして、なんかね、笑い話みたいになったんですけど、まあ、そんな感じで、まあ、捕まえりつつもそんな深刻な話にはならずに、まあ、これ、ちゃんと払っとけよ、みたいな感じで、紙を渡されて、まあ、それで終わりました。でね、14キロオーバーでね、確かね、200、いくらだったっけな、ちょっと、あ、だった。227ドル。罰金、高くないですか？時速14キロオーバーで227ドル、かける80してくださいよ。あ、じゃあ、かける80じゃねえよ。227ドルだから、かける80だ。だから、1万7000円ぐらい？ 1万7600円と。高くないっすか？ビビって、ええー、と思って。まあ、結局、まあ、辛さについてからお金払ったんですけど、ああと思って。まあ、そんなこともありましたね。あとね、思い出深いのなんかあったかな？あと、ノーザンテリトリー州入ってからかな、ガソリンがやたら高くなって、僕が出発したところで、確かガソリンが、リッター 1.3 ドルとかだったんですよ。だから、まあ、リッター100円ちょい。110いかないぐらい。それが、ノーザンテリトリーに入った時に、リッター2ドルとかになったんですよ。リッター2ドルとか高っと思って。リッター2ドルって言ったら、160とか、まあ、170円とか、そんなもんですよね。まあ、なんか、なんだろう、同じ国なのにそんなに高いんだと思って。やっぱりね、ノーザンテリトリー、やっぱ不便ってか、ね、真ん中にあって不便だから、輸送費とかかかるのかなとかね。まあ、そういったことを思いながら、まあ、高いけど、まあ、しょうがないと思ってガソリンは入れてましたけど、まあ、なんかね、すごい、あそこだけ高かったなってイメージがあったのと、あと、ノーザンテリトリーって言ったら、やっぱりね、アボリジニの、まあ、居住区が、こう、羅列してるエリアがあるんですけど、まあ、そこも当然通り道なんで通りました。やっぱりね、オーストラリアって言ったら、まあね、言っちゃえば先進国で、ビルがバワーってあって、まあ一般的な発展してる都市っていうイメージがあるとは思うんですけれども、ね、ノーザンテリトリー州のね、アボリジの一帯だけはね、本当にね、なんでも雰囲気がガラッと変わって、物騒というか、と
東南アジアですかみたいな感じの、まあ、赤土になんかトタン屋根の建物がずらっと並んでて、でなんかちょっと高い目のね、なんか熱帯地方にあるような木が生い茂ってて、でもその独特な雰囲気があるあったんですよね。で、まあ、アボリジニの人って、まあ、ちょっと語弊があるといけないので、まあ、あれなんですけど、一応政府からお金をもらってるんですよ。その、なんて言うんだろうな。まあ、もともとその、昔、白豪主義政策みたいなものがあって、その、一応そのアボリジニを根絶させようっていう、動きがあったんですね、昔。でも、さすがにそれはまずいってなって、今はそのアボリジニを保護してるんですけれども、その一環で、そのアボリジニの方に対して、まあ、純血である限り、基本的に働かなくても生きていけるように、お金を支給してるんですよ、オーストラリア政府って。で、まあ、なので、彼らって働かなくても生きていけるんで、基本的に何もしないんですよ。まあ、当然あれですよ、働いてる人もいますし、アボリジニの方でも。そういうまっとうにそのなんか、ね、普通に社会に溶け込んで、普通に社会人として働いてる方ももちろんいるんですけれども、基本的にその働かなくても生きていけるお金をもらってるんで、まあ、具体的にいくらもらってるかとか知らないですけどね。だからまあ日中から路上でフラフラしてるアボリジニの方って非常に多いんですよ。まあ、中にはそう、なんだ、アボリジンの方って、まあ、遺伝子的にアルコールの耐性がないらしいんですけれども、あまりね、その日中から酒飲んで街取り足でフラフラに歩いてる方々とか結構多くて、まあ、それでね、ちょっとね、オーストラリアの真ん中ら辺って結構治安が悪いとか言われてるんですよ。まあ、僕がその住んでたカラーサっていう街も同様にそういうアボリジンのコロニーみたいなのがあって、まあ、日中からね、なんかフラフラ歩いてたりとか、まあ、中にはちょっとドラッグとかやっちゃってる方とかもいて、まあ、結構ね、危ないというか、あまりよろしくないところでもありますね。まあ、よくなんかその、アボリジニの人が遊びで、通りがかる車にのフロントガラス目を上げて一生ピューンって投げるみたいなね、まあ、そういった遊びとかもされていて、まあね、そこに遭遇してしまった方は非常に運が悪いんですけども、こうやってフロントガラス割られるね、被害にあったりとか、まあ、そういったこともあったりとかして、まあ、正直あまり印象は良くないと。まあね、まあ、そんなエリアはノーザンテリトリー州、まあ、ビューって通ったんですけれども、まあ、正直ちょっと物騒な雰囲気が漂ってましたね、ノーザンテリトリーのところは。うん、あ、こんなところもあるんだなと、まあ、思って、まあ、ちょっと怖かったかなっていう印象はありますね。まあ、そんな感じでノーザンテリトリーを通って、まあ、ついにウェスタンオーストラリアに入りますと。で、まあね、ウェスタンオーストラリア入って、まあ、なんだろう、まあ、東側よりは物価高いな、ガソリンが1リッター 1.6 リットルぐらいになってきて、ああ、ちょっとやっぱ高いな、みたいな、ね、感じになってきたんですけど、まあ、ずっと、まあ、安全運転したんですけど、もう僕ね、東側のブルームっていうところに泊まろうとしたんですよ。着く前日か。で、まあ、ちょっと夜暗くなっちゃってて、まあそれでもまあブルームまではどうしても行きたいなと思ってたんで車を走らせたんですよ。ちょっと無理して、いつもは暗くなる前にそのキャラバンパークっていうまあテント張って、僕テント持ってたんでいつもテント張って寝てたんですよ。そのキャラバンパークっていうところでまあ10ドルぐらい払って、でもそのブルームに行く時だけはどうしてもブルームぐらいまで行きたかったんですよ。ちなみにブルームって僕が初めてオーストラリアに行った時にブルームに最初着いたんですよ。まあそういったちょっと思い出の地でもあったので、まあね、どうしてもちょっとブルームには行きたいなと思ってたんですよ。まあ、ただその暗くなってしまって、まあ、若干危ないなと思いつつ、まあ、それでもブルームまではなんとか行きたいと。で、車を走らせたら、なんかね、やたらね、あそこ周辺ってね、黒い牛がね、路上を歩いてるんですよ。理由はわからないんですけども。で、もう真っ暗じゃないですか。で、真っ暗で一応ライトはつけてたんですけど、なんか目の前にいきなり黒い牛が 2匹現れて、ドーンっつって、もうやばい、引くと思って、でかい牛なんて引いたらこっちの車が大破するじゃないですか。もうやばいなと思って、もう急ブレーキですよ。急ブレーキギューって踏んで、結局、その牛の2台、牛が2匹こういたんですけど、その間に突っ込んだんですよ、僕。怖と思って。で、それでもめちゃめちゃ怖くなって、でも、もう無理だと思って、その次、まあ、キャラバンパーク見かけたらもう絶対そこで止まってやろうと思って、車走らせて、で、キャラバンパーク見つけたからもうそこ、止まって、まあ、結局それでブルームには行かなかったんですけど、まあ、ブルームのほぼ手前ぐらいのところなんですけど、まあ、そこで位置明かしましたね。っていうちょっとね、怖かった思い出もありましたね。
まあなんだろうな、うん、オーストラリア横断でちょっと印象に残ったっつったら、まあ多分それぐらいかな。そのね、まあジャスティンに会ったことで、それからね、切符スピード違反切られたことでしょ。でそのアボリジニの頃に通ってちょっと物騒だったなって思ったことでしょ。であとはそのね、ブルーム付近で牛を引き殺そうとしちゃったことでしょ。っていうかもうね、危うく大惨事になるとこだったと。まあ多分それぐらいだったと思います。まあね、基本的にね、そのオーストラリアを横断するっつったら基本的にはなんかね、何人かで、でしかも旅行だから、まあいろんなとこ寄って、わあ楽しかったねみたいなね、多分そういう感じのことが、まあ圧倒的にかほぼそうだと思うんですけど、まあ僕みたいにね、なんかそのもうシンプルに旅行とかじゃなくて、まあ移動でね、東から西に行くことってね、多分ほぼないと思うんですよ。でまあ一応参考になるなと思ったのは、そんな感じで僕の場合多分もう本当に最低限なんですよ。移動も本当に一切寄り道をせず、ビューって行って、って感じなんで、それでまあ5泊6日だと。ということは、まあ実際にそのね、遊んだりとか、どこで何をするかっていうの予定を入れたら、その5泊6日に何日を足せばいいのかっていう感じで、まあいくらか基準になると思うんでね。まあそういった感じの、まあ計画を練るのにね、まあちょっと参考にしていただければなと思います。まあそんな感じのオーストラリア横断の、まあ、思い出です。まああのね、最初の方にも言ったんですけれども、まあ実際にそのオーストラリア横断を、まあ、検討されている方はね、まあ僕、まあ情報としてはブログに結構きっちり詳細の情報を書いているので、まあこのね、動画は、まあ、あくまでもね、その思い出話なので、あまり情報としてはね、あまり参考にならないとは思うんですけれども、まあ、そのブログの方にはそういう参考になる情報をね、がっつり書いてるのでね、もし、本格的にそのオーストラリア横断旅を計画されてるからはね、まあ、一応概要欄にそのブログのリンク貼っとくので、まあ、そちらの方を参考にした方がね、圧倒的にいいかなと思います。というわけで、まあね、ちょっと長くなってしまいましたけども、今日はね、これで終わりたいと思います。それでは、じゃあね。